ルナチャンネル。皆さんどうもこんにちは。ポケモンやっていきます。さあこれをね見てください。なんとこの可愛らしいポニータいただきました。めっちゃ嬉しいです。ちょっと早速ついていってます。それでね、次はアラベスクタウンを目指すわけなんですが、次のね、またジムリーダーのタイプとかも全然わかんないので、まあ、適当に気になってたポケモンを連れていこうかなと。この子がね、ベロバーっていう、フェアリーとアクタイプのポケモンです。初めて見ました。まんま、ベロベロバーから来たと思うので、ベロベロ。なんかほんと、絵に描いたこう、悪い子っていうか、こう、バイキンマンみたいな、なんていうの？なんかみんなにさ、こう、虫歯菌とかを絵で描いてみてって言ったら、こういうの描きそうだよね。かわいい。あら、走り方かわいい。かわいいなぁ。なんかこう、かわいしすぎてドキドキするね。こっちが逆に。かわいい。前足で、ドシンってやるか、頭突くか、どっちか。あー、頭突くタイプね。なるほどね。前足で踏みつけるかなって。ポニータってやっぱ踏みつけるってイメージあるしな。で、ビート君戦でも言ったような気がする。言ってないっけ。私、同じこと何回も言っちゃうからね。焦げないように。こぼれないように。ほっ、あ、やば、ちょっと早かったかもしれない。ふぅ、さあ、担当食べ辛口ジューシーカレー。あー、私戦闘ハニーだったよね。ハニー大盛りだね。たくさん食べるんや。ちょっとね、服また変えてます。ジューシーになるんだね、ボブの缶詰は。では出発しましょう。久しぶりにブラッシータウンのブティックに行って、ちょっといろいろ買い物しました。あの頃はね、お金がなかったのでほとんど服買えなかったんですけど、あえて買ってなかったか、あの時は。うん、あの、カレー食べてるツボツボのシャツが可愛かったんで、買いました。で、たまにはメガネもいいかなと思って買いました。でね、ここもね、行くことができて、ここに、割れたポットだったかな？特定のポケモンを進化させるアイテムなのかな？うん。が落ちてました。では、今回はこっちに進みます。で、ちょっと楽しみだなぁ、ここ。雰囲気すごく良かったから。怪しい雰囲気がね。めちゃくちゃ暗いよね、昼間なのにね。で、ベロバーがいる。あ、これ触れる！すげえ、なんこれ。これ逃げちゃうんだな、これ。わ、綺麗。あ、なんか出てきた白いのが。あ、あ、ポケモンと戦うんだ。ポケモンが出てくるのか、もしかしてたまに。アクフェアリー。だから。あ、マジか。やるね。ドゲリを食らわせておこう。あ、目がぐるぐる回ってた。うえーって感じ。あ、セーラーナじゃん。めきめきレベル上がりますね。レベル1の方もらったので、うん。でもポケモン出んのかな、不安って。
すごい、なんかディズニーランドじゃない、なんちゃらランドとかのダンジョン。暗いな。ポケモンいる？奥さん村っぽいけど。あれな？お、どれ？あれに見つかりそうってこと？草むらあるけど、野生のポケモン全然いない。あ、いた。なに？なにこれ？投げつけ猿。猿出てきた。なんこれ？木の実かぶってる猿？え、これなに？なんかの進化系？でも猿っぽいの多分持ってないよな。投げつけてくる猿。ノーマルタイプかな。よしよし、やったぜ。投げつけ猿。まんまだな、名前。そっか。人からもらったポケモンだから、経験値多いんだね。めちゃくちゃ多く入るね。あ、すげえ。ほんとエスパーだね。念力。投げつけ猿。連携ポケモン。あ、格闘なんだ。へえ。2メートル？立ち上がった2メートルあんのかな？でかっ。82キロもある。ボスの指示に従い、見事なチームプレイで好物の木の実を探して仲間同士助け合う。なんで投げつけるんだろう、じゃあ。戦うときに投げつけるのか。どうしよう。コイフルにしよう。ポイポイにしようかと思ったけど。あのお菓子好きなんだよね。これな、戦うか。見つかんのここ。見つかるんかい。ここ見つかるんかいこれ。キノコは触ると光りますよ。触ってなくても光ってるよね。ちょっと。検索。アマホミルだ。美味しそうなやつ。フェアリーに対してエスパーは普通だよね。エスパータイプ覚えさせようかなって思って、なんとなく。オッケー。ヤバちゃん？ヤバちゃんって何？ヤムちゃん？違うの使おうかな。ぐるぐるにしよう。何ヤバちゃんって。絶対これじゃん。これじゃん、絶対。割れたポット使うやつ。完全にカップだもんね。カップがポットに進化するのかな。フェアリー？ゴースト？毒好き。タイプがわかんない。あ、アクタイプの技。何タイプなんだろう。まあ、普通か。あ、今一つか。だけで呪い？素早さが上がるんだっけ？ああ。毒が今一つ？なんだろう、悪タイプ？でもゴーストっぽいよな、ふわふわしてて。あ、ゴツゴツメットで倒すかと思った。あ、ゴーストか、やっぱ。ゴースト悪かな。あ、てか、ゴーストに毒って効かないか、そういえば。ゴースト自体が今一つだったか。ただのゴースト。よしよしよし。え、なんか今、茶柱立ってた。え？誰に？誰にだよ。知らないのばっかり。マシェード？マシェードって何？ターキーにしよう。
マッシュルームみたいなやつの進化したやつかな。マッシュ、なんて名前だったっけ。もう名前マッシュにしちゃったから、元の名前忘れちゃった。かわいいじゃん。なんかマリオのキャラクターでいそうだね。ってことはフェアリー草か。やばいな、効かないぞ。えらい、めっちゃ頑張るじゃん、ターキー。いやー、やば。わー、食らうね。めっちゃ火力じゃなー。これはいかん。ハニーに変えよう。いいなー。顔かわいいな、マシエド。私、ああいう顔好きなんだけど。じゃあな。くらえい。あ、かっこいい。やったね。強いトレーナーさんだ。レアなキノコ。キノコよりも珍しい。キノコと、キノコと比べないで。来ました。ロックロックだっけ。あはは、かっこいい。やったねー。これで、ちょっとは、あれかな、打たれ強くなった。6角と 1.3 メートル。ああ、ちょっと、ズルズルより大きいんだ、ズルズキより。20センチ背高い。44.4 キロ。跳ねるように敵に近づくと、毒の爪でえぐるように打つ。かすり傷でも相手は KO だ。あ。光の粉。キラキラ光る粉。持たせると、光が相手を惑わして、技が命中しにくくなる。なんかいるよ、ベロバー。あれ、ベロバーの進化系じゃない？似てるけど、ちょっと違うやつがいる。暗いから道とか見落としそうだな。なんでも直し。ありがたい。このちっちゃいキノコは？関係ないか。カップカップカップ。ヤバちゃんヤバちゃん。あの、ヤバちゃんの中に入ってるの何なの？あの中のが本体か、逆に。性別ないタイプね。うん。クイックボール。あ、クリティカル来たな、多分、これ。よしよし、やった。チュインチュインって言ったもんね。ヤバ茶って何なんだろう。ヤバいお茶ってこと？ヤバい茶かな。紅茶ポケモン。ゴーストだけか。ゴースト。10センチしかない。まあ、コップだからね。重さ 0.2 キロ。残され冷え切った紅茶に寂しがり屋な魂が宿り、ポケモンになったと言われている。怖い。ヤバ茶。私はレモンティーが好きなので、レモンにします。大きな根っこ。持たせると、HP を吸い取る技でいつもより多く自分の HP を回復できる。あ！僕ね？この子はね、一回見たな。この子も、持ってたか、そっかそっか。あの、弟に、ポケモン、交換して進化させるのを手伝ってって言われて、手伝った中にいたんだよな、確か。過去知ってる。進化系も見たと思うけど、思い出せないな。
かお化けの木みたいなやつになったんだっけ。よし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 、ここで出るんだね。切り株ポケモンだ。切り株ポケモンゴースト草 0.4m7kg。 森でさまよい命を落とした子供の魂が切り株に宿りポケモンに生まれ変わった。いやー、こういうの嫌なんだよな。さっきのバケちゃんもそうだけど、違う、ヤバちゃか。ヤバちゃんもそうだけど、人間でしょ？人間の魂が乗り移ったんでしょ？もともと人間だったっていうのちょっと怖いよね。ポケモンはポケモンであってほしい。イデみたいだね、あのキノコ。ニブディムの、ニブディム？あ、出たわ。噂をすれば。テブリムか。捕まえようかな。やったー。いいねー。テブリム、静粛ポケモン。エスパー。0.6m4.8kg。強い感情を持つ者はそれが誰であれ黙らせる。その手段は実に乱暴。静粛ってそういう、え、なんでそんな、眠いんだから静かにしろって。何人たりとも俺の眠りを妨げるやつは許さんて。あ、じゃあブリームにします。ブリーム。キノコもどっか出るかな？マシエド。ダブルバトルか。どうしようかな。この戦闘の2匹でいいか。その前に、どこだろう、あのアイテム落ちてたの。ああ、ここだ。よしよしよし。いびき。いびきね。自分が寝ている時に雑音を出して攻撃する。あ、昼寝効果あるんだ、これ。知らなかった。鉄道はいいですよ。たくさんのポケモンと人を同時に運べるんですから。バラル列車に乗ってきたの。あなたとの出会いで人生何か変わるかしら。この二人の関係は何だ？肝試しカップルって。ユータとミレイ。幽霊じゃん、幽霊。二人合わせて幽霊。それっぽいな。え、でも、キューコンは妖怪でしょ？キュウリでしょ？キルリアって何なんだろう？まあ、モーカをトレースしたな。火の攻撃は当たらない。どうしよう。どれも効かないな。飛び跳ねって、キリリア攻撃しようか。ぐるぐるは、毒好き球根。いってらっしゃーい。どこまで行くのって感じやな。あ、結構痛いね。暗い。あ、てか、やばい！ 4 倍だった！何も考えてなかった！もう！あ、こ、偉い！悲しませないと持ちこたえた。何も考えた。バカだな、私。私、ほんと何も考えてないね。もう、いけるぜ、みたいな感じで適当に出して。4倍はまずいよ。さすがに変えよう。ターキーもやばいけど。でも、AD も打たれ終わり。やばい、ちょっとタイプの相性良くないな。エスパーに弱いのが多い。そうでもないか。レベル上げたいからね。あんまり強くないのも連れてっちゃってるから。まあ、なんとかなんとか。焼き尽くす。
え、なんでハニーを食らうの？モーカじゃないの？ドゲリ、ターキーは、じゃあ、いわくだけでか。あ、違う違う、ちょっと待って、何もいないとこ選んじゃった。ま、倒せるか、これで。よかった。負けた悲しみを忘れるなら、鉄道での旅がいいですよ。強すぎだよ、私でも勝てる人探しに行っちゃおう。弱いやつをいたぶって楽しいか。え、盲人稼ぐの？まあ、レベル高いっちゃ高いか、30だもんね。ベロベロが進化する。あ、これだよ、さっき言ったの。ちょっと論言になってるやつ。ギモー？ギモーって何から来てるんだろう。髪の毛長いやつになった。ギモー。昭和のポケモン。昭和のポケモンってなんかいなかったっけ、別で。アクフェアリー、0.8 メートル、12.5 キロ。土下座して謝るふりをして、槍のように尖った後ろ髪で突き刺してくる戦法を使う。最悪じゃん。待ってこれいのやつじゃん。待ってこれっつって、本当にすまなかったって土下座して近づいてきたやつをバカめって言って刺すの？最低のポケモンだな。しかもそれ、技があるのちゃんと。土下座好き。土下座付き。こいつ専用か？どうしよう。うわ、なんかもう、最低な技ばっかり。うわ、チューするし。不意打ちもするし。不意打ち合わせさせるか。なんてポケモンだ、こいつ。土下座付き。土下座付き。あ、あそこにも道具がある。あ、こっちにも。複雑だな、道が。入り組んでて。あ、傷薬。上から見下ろしたい。上からの視点が欲しい。あ、こ、あー。こっち、あ、降りちゃった。もう。左に道があるのか。通してもらおう。キノコの中には触れると反応を見せるものもあるわ。一応全部光ってると思う。マダムのめぐみさん。イエスさん？あ、イエスさんっていう名前だったな、君。ポケモンセンターの君。いいよね、なんか、なんていうの、執事っぽいっていうか、スーツ着てるみたいっていうか、姿勢いいし。私の予想だとエスパーって感じする。ちょっと二度蹴りで様子見ようか。あ、普通か？エスパーっぽい。あ、お！え、でも格闘タイプ普通なんだね。格闘に弱いなんかとエスパー。エスパーノーマルとか？もう一匹持ってる。そのままで。あ、今度はもしかして女の子か？どっちも同じ姿だ。あのツインテールの 子かと思った。おっきい。マダムの私は負けると悲しい反応を見せるわ。にっこりしてる、でも。入れたキノコは輝く。でも時間が経つにつれて徐々に輝きを失うわ。あ、いるんだよな。お、あ、触ってないけど、戦闘になった。この昭和で野郎め。蹴り飛ばしてくれるぜ。
出た出た出た動き土下座したな土下座バカたるい、うさんは何も悪いことしてないけどな。光ゴケ、使い捨ての光ゴケ、持たせて水の技を受けると特防が上がる。あ、降りちゃうんだ。ここアイテムのところに行けそう。よしよしよし、ポンポ返り。手持ちに戻るやつだっけ。攻撃した後ものすごいスピードで戻ってきて控えのポケモンと入れ替わるよし、じゃあ先に進もう。ちょっと待って、 HP 早くしとこう。何かありそうだね。あ、出口なのかな。あ、あ、もうここが街なんや。めちゃくちゃファンシーじゃん。あ、で、フェアリータイプってことね。フェアリーね、次は。うーわ、こんなとこに待ち合うのかい。めっちゃかわいいじゃん。シュシュ。なんて綺麗なとこなんだ。アラベスクタウン。巨木の内側をくり抜いた形の居住区がある街。すごーい。なんでチョンチ？チョンチいる。上に乗ってる。デブリン。あのポケモンは知らないな。なんだろう、イカみたいな。すごーい。水の中みたいだね。なんて不思議なところ。では今回はここまでにして、次回アラベスクタウンの探索をしていきます。ではご視聴ありがとうございました。